ワーム主計官強盗事件は、1889年5月11日に、アメリカ合衆国アリゾナ巡州であった、金貨及び銀貨で2万8000ドルを運搬していた、アメリカ合衆国陸軍主計官と、その後衛に対する武装強盗事件である。少佐ジョセフ W ・ワームは、アリゾナ巡州のフォートグラントからフォートトマスまで給与を運んでいたとき、 少佐ワームとそのバッファローソルジャーの護衛11人は副兵攻撃を受けた。襲撃中、盗賊らは兵士8人に怪我を負わせ、彼らを援護物に退却させ、給与を窃盗した。放火を受けた行動の結果として、軍曹ベンジャミン・ブラウンと軍曹アイザヤ・メイズは名誉勲章を授与され、他の兵士8人が表彰状を受けた。男性11人が逮捕され、 大部分がピマの近くのモルモン教コミュニティ出身だった。逮捕された11人のうち、強盗の容疑で8人の公判が行われたが、被告人は全員無罪とされ、盗まれた金銭が戻ることはなかった。1889年4月に特別命令37が、アリゾナ地区内の全市警官に4月30日現在で、召集されていた部隊への給与支払いを命じた。 合衆国陸軍死刑官である少佐、ジョセフ・アシントン・ワームは、フォート・ボーイー、フォート・グラント、フォート・トマス、フォート・アパッチとキャンプ・サン・カルロスがこの職務にあげられた。ワームと彼のクラークであるウィリアム・ティギボンは、5月8日に、ウィルコックスで給与を運ぶ列車と落ち合い、その後死刑官は5月9日に、フォート・ボーイーで、そして5月10日にフォート・グラントで、職務を執行した。 少佐ジョセフ・ワシントン・ワーム5月11日早くに、ワーム少佐は、ラバ社2台、屋根付き救急車、そしてオープンワゴンと共に、ホートグラントを立ち、ホートトマスへの46マイルの旅に出た。残りの給与は、金貨と銀貨で28,345ベイドル10セントで、重さは、推定250ポンドであった。ホートグラントの司令官は、第24歩兵隊と、 第10期兵隊からバッファローソルジャー11名を指名し、自分のフォートとフォートトマスとの間の護衛を務めさせた。軍人に加えてオープンワゴンを走らせる民間契約者が一人いた。護衛を率いる貸し換2人は回転式拳銃で武装していたし、二等兵らは単発のライフル銃とカービン銃を持っていた。ワームと車団の文民らは武装していなかった。 黒人女性、フランキー・キャンベルが旅行でワームに同伴していた。キャンベルは、フォート・グラントに駐屯していた、ある兵士の妻で、ホート・トマスに駐留していた兵士らが自分と自分の夫に置いている賭博の負債を回収しようとしていた。1889年5月までに、アリゾナ順州内において追いはぎが主警官を襲撃したことは一度もなかったが、そのような襲撃にとって、 有利な要因がいくつかあった。準州は遠隔であり、少ない人口は30しているに過ぎなかった。アリゾナ準州の多くの住民は合衆国連邦政府を軽蔑し、これは準州を準州の住民に幸福にほとんど関心を持たぬまま支配していると感じており、アリゾナのほとんどの白人居住者が南部連邦支持者、または南部連邦同情者であったという事実がこれを さらに悪化させていた。ワシントンと末日生徒協会との間の数十年間の敵対関係は、準州のモルモン教徒住民間に悪感情を残した。エドマンズ法は副根を重罪としたが、同法を強化しようとする近年の努力は、このグループ内で怒りを増していた。最後に、黒人兵士に対する白人住民によって抱かれた強い人種的偏見は、黒人を 社会の底辺に置くモルモン教の教義によって悪化していた。このことは一部の地域住民が給与は不道徳な楽しみに使いそうであると見られていた黒人兵の手に渡るのではなく地元コミュニティを支持することに費やされる方が良いと合理的に説明できたであろう状況につながった。ホートトマスへの道は北西に伸びボニータの町に南西に行き グレアム山の西側をたどった。フォートグラントから25マイルほどのところで、銅は平川渓谷に至る小道に入った。ワームの車団は正午頃にパスのシダースプリングスに到着し、ラバたちを NN 牧場で待っていた新鮮なセットと交換した。キャンベルの馬はワームのワゴンよりも速かったし、彼は道の短い距離先の駅馬車の途中のある駅で待っていた。 その駅は、モルモン教の副婚主義者、ワイリー・ホラディーによって運営されていた。その日は、ホラディは出かけ、妻たちのハリエット及びイエリザにその場所を営ませていた。午後12時45分頃に、ワームと彼の護衛は駅に到着し、その時キャンベルはグループに、再び合流した。襲撃の場所は、駅場所の駅の北3マイルにあった。道はその地点で、 高い尾根から狭い峡谷を通って、クリーク床に降りていた。峡谷の東側は、道よりも50フィート上がっている、岩ばかりの険しい斜面からなり、西側はより低い高みであった。東側の頂に沿って、一連の強壁が、盗賊によって構築されていた。防御施設をもっと厄介そうに見せようとする、明らかな試みとして、床ッカの茎が、 ライフルの重心のように見えるように作られ、強壁に置かれていた。午後1時頃に、ワーム一行が襲撃の現場に到着した。キャンベルは先頭に立っていて、馬を巨石の周りに導こうとしていたが、その巨石は道を妨げたし、一行の残りは丘の頂に達した。車団が止まった後、軍装ベンジャミン・ブラウンは、 道路の外に障害物を移動しようとするために部からを前の方へ導き、五丁アイザイアメイズは車団の後方に位置した。岩に近づいた時、グループには岩が故意に道路に置かれたという証拠が見えた。彼らがそれから岩がどこから来たか見ようと見上げた時、兵士らには男二人がそれらよりも高く位置する強壁から立ち上がるのが見えた。 男二人はどちらも覆面をつけておらず、兵士らは後に、襲撃者はウィリフレット・ティー・ウェップとマーク・イ、e、ー・カニンガムとして身元を特定した。地元の民族では、一部盗賊が変装をしていたかも、しれない、と示唆し、襲撃者一人は、現地の人物名であるウィリアム・エリソン、サイクロン・ビル・ベックに似た身なりをしていた。カニンガムは、ライフル銃で武装していた。 ウェップが一組の回転式拳銃を振りかざし、出てこい、このクロンボ野郎どもめ、と叫んだ。その後、盗賊は車団に向かって発砲し始めた。襲撃者らからの最初の一斉射撃でラバ3頭が殺され、救急車運転手が怪我を負った。負傷した救急車運転手は170フィートぐらい離れた乾いたクリーク床に足を引きずっていった。 盗賊らは明らかに、バッファローソルジャーラの戦闘能力について、過小評価し、彼らを簡単に打ちかせると考えていた。これはおそらく、戦闘の冒頭で役割を果たして、襲撃者らは、バッファローソルジャーラの頭上に発砲し、彼らを脅して追い払う意図であった。軍の護衛が断固たる抵抗をし始めて初めてようやく、襲撃者らは直接に兵士を狙って撃ち始めた。 オープンワゴンを運転している文民は、銃撃戦が始まると車を放棄し、安全なところに逃げた。キャンベルの馬は武器の音に怯え、彼女を振り落とし、駅馬車の駅に戻った。盗賊らは、キャンベルの名前を呼び、彼女の方向に銃弾を2発発射し、他の場所に彼らの注意を向けた。キャンベルはそれから、茂みといくつかの岩の後ろに張っていったが、それらは、 救急車を50フィート過ぎた先に位置した。彼女はこの位置から戦いを終わりまで観察した。兵士らは大岩を動かす準備をしている間はライフルを置いていたが、すぐに武器をつかみ、援護物を求めて走った。軍装ブラウンと二等兵二人がグループの残りから引き離され、道を追われた。援護物を見つけた後、ブラウンは片腕に負傷があったが、 立ち上がった盗賊らを狙って、回転式拳銃を発砲した。回転式拳銃を空にした後、彼は二等兵一人から、ライフル銃を取り、戦いを続けた。二人中一人が負傷し、軍曹が二度目の射撃をしてようやく、男三人は、約三百フィート離れた、乾いた、クリーク床に交代した。ワーム少佐は、当初、救急車の後ろに難を避けた。 残りの牽引動物らは、銃撃戦の音にパニックを起こし、両方のワゴンを道路の西側から引きずって行き、その過程でハーネスを痛めた。このことのために、ワームは、道の西側の岩が多い小さい棚の後ろに交代せざるを得なかった。彼は、自分のクラーク及び、兵士の大部分と路頭の後ろで合流した。ワームは兵士らの発砲を指示し、 彼のクラークは負傷者の救助をした。両方の男性は最初は武装していなかったが、後に負傷した兵士らからライフル銃を取り戦いに参加した。メイズは最初は護衛のワゴンの後ろから彼の回転式拳銃で発砲を返した。この位置はすぐに持ちこたえられないとわかり、彼は岩が多い棚の後ろでワームと合流した。ワームと彼の部からが、 そこに釘付けになっている間、盗族らは、オネの頂に沿って、作戦行動し、彼らを、交差射撃に落とし入れた。メイズは、ブラウン軍曹の撤退の後、護衛の指揮を取っていたが、戦闘が始まってから約30分後に、ワームに、自分たちの位置はもはや防御し得ない。自分は部からに撤退命令を出しているところだ、と伝えた。ワームは当初、この選択に反対したが、 後に、メーズは正しい軍事的決定を下したと認めた。岩だらけの棚から、ワームとメーズは近くの乾いたクリークの床に撤退した。その場所でワームは、給与が入っている上付きの箱を取り戻すために兵士を集めようとしたが、兵士11人中8人が負傷したことを見た後では、それは実行可能な選択肢ではないと悟った。盗賊らは、 最初の防御位置から300ヤードの位置にいる兵士らと共に彼らを攻撃し続けた。兵士らが釘付きになっていて、盗賊数人がおを折り、給与が入っている金庫を斧で開けた。午後2時30分頃、盗賊らは発砲をやめ、二つのグループになって去った。第一グループは自分の上にもたれかかった男一人に見えるものを運んでいるらが一頭を導き、 第2グループは第1を援護した。午後3時頃になって初めて兵士らは救急車に戻り、キャンベルは隠れがを去った。彼らは生き残っているラバ9頭が襲撃中に逃げていて、それらのバグが細かく切られていたことに気づいた。兵士らが救急車に戻った時、ハリエット・ホラディがバックボード馬車の現場に到着した。彼女は銃撃戦の音を聞いていて、 いつキャンベルの切り手のいない馬が、ステーションハウスの駅の家に到着したのかを調査することに決めていた。彼女は到着するや、いや、キャンベルと合流し、負傷兵らに応急処置を施した。それらラバーのうち4頭は、近くの小川のそばにおり、兵士らはそれらを救急車に乗せられるだけのハーネスをつなぎ合わせることが、できた。負傷者の大半は救急車に乗せられ、 フォートトマスに搬送された。軍曹ブラウンと他の一人の男性は移動できない重傷とみなされ、フォートトマスからの外科医が彼らを回収するために派遣されるまでキャンベルによって世話をされた。車団が去る準備をしていた時、これも戦闘の音が聞こえた牧場主バーニー・ノートンが牧場の手下の一団とともに到着した。午後5時半頃に、 ワームがホートトマスに到着した。ワームは襲撃の現場を離れる前に隣接地域の初動調査を行った。少佐の私物を含む旅行用手下げカバンは金庫に保管されていて切り開かれていたが、後盗犯らは内容物を損害を与えるままにしていた。二つ目の旅行用手下げカバンは前の複数の停留所からの給与の受領を複数を含んでいて、 金銭と一緒に取られていた。オネの頂にある胸章を調べたところ、使用済みのライフルのケースに100丁が含まれている防御施設が一つ見つかった。ワームはまた襲撃の現場でキャンベルを逮捕し、彼女が何らかの形で関わっていたと考えた。彼女はしばらくして釈放され、捜査官にとって重要な商人となった。ワームがホートトマスに到着した後、 現場の完全なスケッチが完成するまで、攻撃の現場を警備するために文献隊が派遣された。アリゾナ州南部に駐留している部隊も、また、強盗犯らがメキシコ内に逃げるのを防ごうとして配備された。5月12日午前10時頃に、クレアム軍保安官、ビリー・ウィーラン、シニアが、副保安官数人を呼び、一団のバッファローソルジャーを伴って、盗賊らの後を追おうとした。 地元の伝説によれば、強盗らは南方に逃げ、襲撃現場から数マイル離れた馬の群れを通過した。そこで彼らは、戦利品を分け、別々の方向に進んだ。保安官は最後には、平川の方へ続く、あるトレールを見つけたが、それは、ホレットランチに至った。その川に至るトレールの一部は、後ろ向きに停鉄をつけた馬どもによって作られたようで、 あった。停鉄はそれからトレイルをさらに混乱させるためにその川で取り外された。5月13日に他の複数の牧場に至る複数のトレイルがさらに発見された。牧場主らは副保安官、ビリー・ウィーラン、ジュニアは後に次にように語った。ぐずぐず口ごもりためらい、我々に彼らが他の場所にいると思わせようとした。しかし、 部下の兵士らが彼らの身元を特定したその間、給与領収書が入っている手下げカバンは待ち伏せ場所から1.5マイルにあり、給与明細表は地にまみれていた。この証拠と、キャンベルとアームのクラークによる盗賊らがラバ状の男の体のように見えるものを運んだという報告に基づいて、襲撃者中一人か二人が戦闘中に死亡したと考えられた。しかし、 体は発見されなかったし、地域に住む人々の行方不明者の報告は、地元当局によって、それまでに受けていなかった。1889年5月13日に、知事ルイスール・フリーは、盗賊一人以上の逮捕と、有罪判決に対して500ドルの懸賞金を発表した。アリゾナの連邦保安官、ウィリアム・ケエミードもまた捜査に加わった。 最初の発見物に基づいて、ミードと保安官ウィーランは、捜査をアリゾナ順州、ピマ周辺地域に集中させた。無数の逮捕がなされたが、逮捕された男の大部分は、証拠の不十分のために、すぐに釈放された。ピマというモルモン教が卓越している、町の中の出来事に対する反応は、大きく二つに分けられた。町のほぼ半分は、 捜査に全般的に協力的であったが残り半分はそれを連邦迫害への回帰とみなした。ピマホテルの所有者の妻は次のように言って、これらの意見を要約した。強盗があったと聞いた時からそれが本当にせよ本当ではないにせよモルモン教に罪が被されると思っていました。いつものことですから。また、捜査へ反対している陣営は副保安官マーシャルも、また、 著名な教会員らの所持しているところを見つかった金貨を密かに仕掛けた報奨金を集めようとして無差別逮捕をしたとして避難した。保安官ミードはフランキー・ギャンベルによって提供された情報に基づいて M.E. カニンガムを逮捕した。このすぐ後に5月13日のウィリアム・エリソン、サイクロンビル、ベック、エド・フォレット、ライマン・フォレット、トマス・エヌラム、デビット・ロジャース、 シーバート・ヘンダーソン、ギルバート・ウェッブ、そしてウィルフレット・ウェッブの逮捕が続いた。ウィリアム・エリソン、サイクロン・ビル・ベックも、また、強盗事件の直後に逮捕された。ベックは、アリバイが確認されるのを、ツーソンで待っている間、地元の人々の注意を引き始めた。十分な人数の訪問者が彼に会いに来たので、彼は、平バレーの生の頭と血まみれの骨の見物の、 料金を請求し始め、このクソいまいましい後半の俺の費用をすべて支払うだけの金を稼ぐことができたと主張した。ベックのアリバイが確認され、彼は高速から釈放された。ヘンダーソンとエド・フォレットは同様に証拠不十分で釈放された。治安判事、LG ・ヒューズの前での予備審問の間には他の誰もアリバイを提供することができなかったし、ギルバート・ウェップだけが 保釈金を納めることができた。疑いのある首謀者は、サービングピマ市長、そしてグレアム郡民主党の一指導者である、ギルバートウェップであった。モルモン教のコミュニティ内では、彼は様々な事業を通して提供した職のために、コミュニティによって尊敬されていた。ギルバートウェップのモルモン教徒でない隣人らは、この男についてあまり寛容な意見ではなく、 彼が、重窃盗の権威を避けるために10年前に、ユタを離れていたことに注目した。ある財産消失のパターンもまた、ウェップ家族が住んでいた、あるいは働いていた場所の近くで発生すると思われた。強盗に先立つ6年間に、ウェップはいくつかの財政的な挫折を数回、経験していたため、店を閉めて、駅場車線を売らざるを得なかった。彼は最近、 ホートトマスとサンカルロスに、わらと穀物を提供する契約を獲得していたが、これらの作物を育てるのに必要な財源が不足していたかもしれない。ウェップの、この契約に最後を遂げさせるのに必要な短期資本の不足が、口頭の潜在的な動機であった。保釈出所中は、ウェップは、自分と仲間の被告人に代わって喜んで証言する、証人を探して、時間を過ごした。 被告人の大部分は LDS 協会の活動会員ではなかったが、その一方で彼らは全員活動会員と関係があり、全員がそのコミュニティの結出した会員であると考えられた。ワーム主警官応答事件後半の被告人らと弁護側弁護士1889年9月後半に通村で大陪審が召集された。彼らはすぐに ワーム強盗事件の捜査をはじめ、推定65人の証人の多くは、クレアム軍出身で、彼らの前で証言した。大陪審は、1889年9月27日に、強盗の容疑で、残りの8人の容疑者について起訴状を出した。起訴の後、裁判官ウィリアム・エイチ・バーンズは、被告人の一人の個人的な友人であったし、 被告人の保釈金を1万5千ドルから1万ドルに引き下げた。これにより合衆国検察官ハリー・ R ・ジェフォーズは裁判官の解任を呼びかけた。大売信員たちは法廷での裁判官の行為が訴追側の証人の一部を脅したことを懸念し、後半も統括するバーンズ裁判官以外の裁判官を求める電信を司法省に送った。大陪審員らはバーンズが すでに裁判官ジョン・ジェイ・ホーキンスが後半を統括する手配をしていることを知らなかった。電信のことを知るや、裁判官バーンズは大陪審を退りけ、彼らをどんな法廷内にも座るにはふさわしくない、誹謗中傷の一味と呼ばわった。電報が送られた数日後、大統領ベンジャミン・ハリソンはリチャード・イン・スローンを裁判官バーンズの代わりに任命した。 後半前の疑わしい行動は法廷にとどまらなかった。馬三頭が撃たれたし、多数の家畜が被告人側とその友人らからこっそり盗まれた。エド・フォレットは脅してアルソツイガー商人に証言を変更させようとしたとして逮捕された。最後にはソロモンビル地方裁判所職機関と元グレアム軍保安官ベン・エムクロウ報道はやめざるを得なかった。彼は後に 弁護側を支持して偽証する証人を確保したとして起訴された。これらの出来事が騒がしい後半の舞台を整えた。後半は1889年11月11日に通村で始まった。合衆国検察官ジェフ・ホーズが卒追側を率い、マーク・スミスとベング・ドリッチが弁護側を率いた。後半中に証人165人が呼ばれ、そのうち 半分以上が弁護側によるものであった。証言の中で、ワーム少佐は、被告人3人、ギルバート・ウェップウォーレン・ファウレット、及びデビット・ロジャーズは強盗を行った襲撃者の中にいたと特定した。ワームはまた、ギルバート・ウェップによって、ホテルの金庫一つに預けられていた複数の金貨を、窃盗された効果の一部であると特定した。効果の特定は、 効果に存在する異常な変色のパターンに基づいていた。反対尋問の間、スミスは地元の銀行一行からいくつかの効果を混ぜることによって効果の特定に意義を申し立てた。ワームは銀行からの効果と彼が強盗から来たと主張する効果と彼が区別することができなかったことに当惑した。フランキー・ギャンベルもまた証言した。スミスは それぞれの卒業証人に精力的に反対尋問し、襲撃者に関するはっきりした意見を持っていなかったことを多くの人々に認めさせた。卒業のための複雑な困難は黒人の証人らと白人の陪審員らが使用したスラングの違いであった。これは元奴隷の言葉に基づいて人に有罪判決を下すことへの多くの地域住民による不本意と相まって、 バ審に訴訟事件の有効性を最小限に抑えるようにしたかもしれない。弁護側は兄弟、姉妹、いとこ、そして互いのおばと被告人と説明される一連の証人を提供して被告人にアリバイを提供した。様々な目撃者による矛盾している証言のために弁護側は最終弁論に5時間をかけた。スミスはこの時間を利用して 外信の偏見や潜入見につけ込んだ。彼は、強盗犯らは、自分らに対する疑いを間違った方向に向けるために、彼のクライアントらと同じ風な見なりをしていた。強盗犯らは、強盗の直後に、メキシコに逃げた、と主張した。それから彼は、合衆国保安官ミードは、襲撃者によって残された、道を探すために襲撃現場に行かなかった、と指摘した。スミスはまた、 彼のクライアントらを逮捕した政府高官らは実際に犯罪を実行した人々を見つけることよりも強盗犯らを逮捕する懸賞金の方にもっと関心を持っていたと主張した。スミスが裁判所の誠実さに疑問を呈し始めたとき裁判官スロームは法廷侮辱で500ドルの罰金で彼を脅した。陪審は2時間表議して無罪の評決を下した。 副保安官、ウィリアム、ビリー・ブレイ君理事は、後半の後に指摘し、注目した政府は彼ら、強盗やらに対して立派な訴訟を起こしたが、あまりに多くの友人が喜んで、アリバイを先制証言しようとしたし、あまりに多くの人が政府に強盗を働くことは害をなすことではないと、考えて、売信にかかっていたアイザイアメイズと名誉勲章評決に対する、 一般的な反応は、ショックと驚きのうちの一つであった。素早い氷決に対する公衆の反応に応えて、陪審は次のような声明を発表した。我々は、後半の間ずっと出席していたし、言われたことすべてを聞いたし、法廷で行われたことすべてを見たし、外で行われ、言われていることすべてを聞かなかったし、そのために、判決に同意したときに、我々を、 売信員室にもっと長く置いておくべきことを何も知らなかった。売信員の指示の誤解もまた評決において役割を果たしたかもしれない。命令の売信員の理解は以下のようであった。すなわち彼らは有罪判決を宣告する目的で全被告人を有罪とするよう求められた8人全員が関与していることに同意できなかったから彼らは 無罪の氷決を返すよう求められたと感じたというものであった。合衆国検察官ジェフォーズは後半直後に重病になり数ヶ月後に死亡した。また、ワーム少佐が失われた資金の責任を負わされた。1891年1月21日に合衆国議会は彼を責任から解放する法を可決したことにより、彼はこの借金から解放された。 スミスは訴訟を起こす準州代表としての自分の任務を無視していて関与のために政治的に攻撃された。これは大部分の責任を合衆国保安官ミードの失敗した訴追に残した。ミードは1890年3月4日に合衆国保安官として変えられた。彼の後任ロバート H、ボブポールは戦争省の要請で、 法務省により提供された検証金500ドルが事件の解決につながることを願って成り行き、見守り哲学を採用した。1892年8月に法務省は合衆国司法長官に売信がワーム公判中に買収された容疑を捜査するように求めた。強盗中の彼らの行動を認めて、軍装ベンジャミン・ブラウンと五長イザイア・メイズが 名誉勲章を授与された。さらに、二等兵、ジョージ・アリントン、ベンジャミン・バーグ、ジュリアス・ハリントン、ハミルトン・ルイス、スクウェア・ウィリアムズ、ジェイソン・ヤング、ソーントン・ハムズ、およびジェイソン・ホイーラーがそれぞれ賞状を授与された。被告人らの法的問題は、無罪判決で終わらなかった。1890年5月に、マーク・イーカニンガム、ライマン・フォレットよびオレン・フォレットは、 家畜泥棒の容疑で、クレアム軍当局によって逮捕された。彼らはその容疑で、有罪判決を受け、2年間の刑を宣告された。有罪判決の上訴が、アリゾナ巡州最高裁判所に到達し、そこで最高裁判所は彼らに、新しい公判を認めた。2回目の公判が開催される前に、訴追側が基礎を取り下げた。一方で、ギルバートとウィルフレッドウェップは、 クレアム軍学区から左手したとして訴えられた。ウィリフレッド・ウェップはその訴えを乗り越え、後に、準州政治に積極的になり、第23回アリゾナ準州議会の間、そしてアリゾナの憲法制定会議の一員として、会議長を務めた。あなたは強盗に関わっていたのかと聞かれたとき、彼はこう答えたものだ。12人の前任が、私はそうではないと言ったと。ウェップは、 死亡時に76牧場を所有していた。この牧場は20倍50マイルと測定され、クレアム山全山を含んだ。強盗中に取られた金は決して回収されていない。ありがとうございます。